静か御前の城下昇天から数ヶ月後、源十郎は行くあてもない旅の末に再びあの鳥羽へと流れ着いていた。ただ一夜の退屈を紛らわすため、あの世と何一つ変わらぬ理由でこの日もまた遊びに興じていた。突然背に激痛が走る。振り返れば顔面蒼白でありながら鬼のような形相をした娘と目が合った。源十郎は刀を握りしめる。力なく地面へ座り込む娘を一瞥し、彼はふらりと鳥羽の外へと歩き出した。瞬く間に月が陰り、空を覆った暗雲とともに湿った風が流れた。地面に赤い血がポツポツと染み込んでいく。痛みで朦朧とする意識の中、源十郎はある男の姿を思い浮かべる。覇王丸、あの男をこの手で殺すその時までは。サムライスピ